明日駅まで迎えに来てくれる？三上くんの家ってわからないし。隣の家。この部屋と近いんだね。え？幼なじみって今坂さんのこと？今坂さんの他にも幼馴染がいたなんてね、初めて聞いたな。ふーん、どこかに行っちゃったんだ。うん、それじゃあ勉強でも始めようか。珍しいこともあるんだなって。あ、そうだったんだ。休日なのに勉強するなんて、それも珍しいことだね。勉強するって言うならゆえが教えてあげる。こう見えても数学は問題なく平均点クリアなんだよ。任せてほしいな。え、ゆえは稲穂くんから全部聞いてるよ。みんなにも話してたし。そっちに行ってもいい？
強しなくていいって。どうせともちゃんが数学苦手なの知ってるんだから、ゆえがちゃんと教えてあげるよ。三上くん、どうかしたの？そう、なら別にいいけど。何？他に誰かいるの？数学の勉強を教えに行く話。がそっちに行くことになったんでしょ。なんでよ。だって今日はともちゃんと遊ぼうかなってそう思ってたのに。で、どういうことなの？とぼけるのはなし。こうして三上くんに付き合ったんだから、理由くらいは教えてほしいよ。聞きたい。
そう考えると、これは仕方ないことだったんだね。でも、間違われるっていうのもちょっと面白かったと思わない？ああ、でもそういうのって後で面倒かもね。そうだね。理由はいまいちくんだけど、詳しくは聞かないことにしとく。三上くんって嘘つくの下手なんだもん。そんなのすぐ分かっちゃうって。でも三上くんがそこまでして言いたくないなら、私は無理に聞かないよ。その方が三上くんにとって何かと都合いいんでしょ。こんな話してる間にも時間は過ぎてるんだから、せっかくだから勉強しよう。これで何回目かな。三上くんとこういうお店に入った回数、正解は4回。覚えてないの？これって結構来てるよね。そうなの？でもさ、三上くんと今坂さんってやっぱり付き合ってるわけ？どうしたの？いつも仲良さそうに話してるし、朝も一緒に来てるようだし。で、結局のところはどうなのよ。
三上くん、聞いてる？で、この公式が。これでなんとかなってくれないと、あとは三上くん次第なんだからね。そうそう、その息で頑張って。昨日のともちゃんったらひどいよ。せっかくゆいが数学を教えてあげるって言ったのに。もう今日の追試どうなっても知らないんだから。おはよう。どう？今日の追試は大丈夫そう？さあ、頑張って昨日の成果を見せてよね。
ってると思う。だって私があれだけ協力してあげたんだもん。受かっててほしいよ。それに三上くんには特別受かってほしいって思いもあるし、頑張った結果だよ。
うわ、お前何買ってんだよ。そういうもんは普通年頃の女の子が読むようなもんだろうが。